はい。本日はですね、僕が持っている革の小物を紹介していきたいなというふうに思います。で、今回ですね、紹介するのは、例えばカバンとか、あとまあ、財布とか、そういった小物を紹介していくっていう流れにはなるんですけども、この僕の視聴者の方にも、結構あの、コアなファンの方で、革が好きな方っていうのが、もう熱狂的な革が好きな方がいらっしゃって、まあ、大多数の方はそんなもん全然興味ないでって感じだと思うんですけど、興味ある方はめちゃくちゃ興味あって、何回も革、小物を紹介してくださいって言われたりするので、まあ、今回紹介していくという流れになるんですが、まあ、本日ご紹介するのは、今まで紹介してなかったや とかあとまあ僕らのちょっと私生活とかまあその辺とかもちょっとお話ししながら使い方とかはお話していくんですけども今回は6点ありますのでまあ、そちらをお話していきたいなと思いますではまずはこちらの筆箱ですねこちらはブランドがスローというブランドになっててあのー、僕結構このブランドが好きで以前も動画で紹介したことあるんですけども日本の革のメーカーがまあスローってことで2008年ぐらいから多分できたブランドだと思うんですけどまあそれがまレーザー業界でも結構高品質やって言うと有名やってで僕は確か当時カバン屋さんの店長さんに勧められ スローを買い出したっていう流れになってるんですけど、その店長さんにこれはプレゼントしていただいたもので教員になったお祝いとしてまあこれをもらったということで、まあ僕教員時代もこれ全然使ってたんですけど、そういった思い出のある筆箱ということになってます。まあ一応中身は結構シンプルな感じなんですけど、まあこういうのって大人な感じするじゃないですか。で筆箱って学生時代のカンカンの筆箱使うと思うんですけど、まああそこって僕も持ってるんですけどもうプリクラとかめちゃくちゃ貼ってるんですよね。だあんなんさすがに今は持たれへんから、まあこういうこ革の小物とか持ってたらまあ三十代の 男子っぽいかなと思って、まあ一応これを持ってるんですけど、まあせっかくプレゼントしていただいたので、これからも大事に持っとくんじゃないかなと思います。まあ値段はですね、僕ちょっとプレゼントなんで、はっきりはわからないんですけど、まああの1万円はしないと思いますので、数千円ぐらいで多分買えるんじゃないかなという感じでは思います。まあもしあれやったら動画説明欄にリンクは貼っとくんですけど、ちょっと僕は今の現段階でいくらっていうのは知らないんですけど、それ調べた時に値段ちょっとわかっちゃうので、あんまり知らん状態で動画撮った方がいいかなと思って、知らないので、まあ値段に関しては気になる方は下から見てくださいということになってます。一応僕はスローのアイテムはですね、全部土地 レザーというレザーを使ってて、このレザーがですね、まあ、栃木が有名なんですよね。だからその栃木のレザーを使ってるアイテムしか僕は買わないっていうことで、スローに関してはそれを使っているということで、これも栃木レザーを使用している筆箱ということになってます。まずこれが1点目ですで。次2点目がですね、先ほどのスローと同じブランドで、これもスローなんですけど、まあ、スローのレザーのトートバッグですね。これも定番の形になっているので、まあ、これもあの栃木レザーで、栃木で作ってるレザーで、まあ、日本では栃木か姫路っていうのが結構有名なんですけど、まあそれの栃木レザーを使ってるということになってるので。 まこれも10年ぐらいあの筆箱もそうなんですけど10年ぐらい使ってて実は色味一緒なんですけどやっぱり物によって若干の個体差があったりするので色の入り方とか違うんですが、まあ、やっぱレザーのいいところってまあこれ見てもらったら分かる通り10年経っても全然色褪せてないというかまだまだ現役で使えるのでまあ、こういうのはいいかなと思いますし、まあ、これに関してはもう中身とかはもうシンプルなんですよねズドーンとこうトートバッグなんで入れれるっていう感じになっててまあ、多少小物は入れれるんですけども僕これ最初持った確か大学の時やったんで大学の授業の時 時とか大学行く時とかにこれをこうやって持って行ってたのが一番最初だったんですけどその当時はめっちゃ皮の匂いしててなんか友達から臭いって言われたりしてたんですけどまあ今はもう馴染んできたんであんまり皮の匂いってまあ、こうやって匂ったらわかるんですけどこの部屋は全然わからないんですけどもまあいい感じで下ってきてるかなというふうに思います一応年に1回ぐらいオイルは塗ってるんですけど一応そのオイルもスローで売られているオイルがあってまあスロー専用というかスローのオイルがあるのでまあ、それを使用してまあ、これであったりさっきの筆箱っていうのを手入れしてるというような感じになりますね。 なので、まあ中身とかは結構もうくたくたになってる感じで、まあいい感じで味が出てるというか、まあボロくはなってるんですけど、まあ気に入ってるっていうことになってます。僕が多分一番最初に動画で説明したのが2018年の秋冬ぐらいにこれ持ってるんですって紹介してから、結構視聴者の方でもスローいいですねみたいな感じで、あの僕あれから買いましたっていう方も結構いらっしゃったんで、まあこれは多分持っててデメリットがないというか、別に誰が持ってても嫌なとこないと思うんですけど、ただちょっと値段はやっぱり本革なんで、4万円ぐらいしたんちゃうかなというふうに思います。あの大学の時にしては結構思う 思い切っった買い物やったんですけど、まあ、それのおかげで今も使えてているという感じになってますそして次が財布ですね。財布が、えー、これ初めてお出しするんですけど、こちらの財布で、これ僕がですね、一個前に使ってた財布になるんですけども、これも、土地切れ座を使ってるものになってるんですが、ブランドがちょっとどこか忘れて、どこのブランドやったか忘れたんですけど、今こうやって光に当たったら結構綺麗にオレンジっぽい感じだと思うんですけど、もうかなり経年変化というか、もう手垢というか、手の油というか、まあその辺がいっぱい続いてるので、まあまあ、いい味は出てきてはいてるんですけども、栃木 のいいところってて使使えば使うだけテカリが出てくるんですよね最初って変わってあんまりテカリがなかってこうマットな感じだと思うんですけど、こう使えば使うだけ手に馴染んでくるし、なおかつ手の油とかでテカってくるんですよ。で、それが、まあもちろんいいっていうのプラス、まあこういう色味のついてるのはくすんでもくるから、色も楽しめるし、テカリも楽しめるっていうので、確かオレンジにしたかなと思うんですけど、これ今現在はですね、僕と嫁の夫婦の兼用財布ということで、ここに食費とか雑費代とかが入ってるっていうことになってて、他デート とかはまた別の財布があったりとか、あとそれぞれ個人の財布は個人であるんですけど、これに関しては食費であったりとか、雑費。 を、えー、入れているということになっているので例えばここから、えー、シャトレージェのアイス買いに行ったりとかどっかから地方のお取り寄せグルメ注文するときはもうここの財布からお金が出ていくということになっていますこれが三つ目の革の小物です次は四つ目です次の四つ目はですねこちらになってますこれはですね僕の動画をよく見ていただいている方だご存知かなと思うんですけど僕が今現在愛用している財布になってて僕が今まで紹介してきたアイテムとはちょっとテイストが違うというかこれだけちょっと綺麗めな感じだと思うんですけど今までどうしても味が出てくるレザーの小物っていうのが結構好きで そういうものばっかり買ってたんですけど、次に、こう、どんどん歳を取るにつれて、大人になった時に、僕も今でも企業の方とお会いしたりすることあったりするんですけど、40代、50代の企業の方と会ったりした時に、あまりにも味の出まくってる財布持ってるのもちょっとどうかなっていうことで、まあ、ちゃんとした小綺麗な財布の方がいいかなっていうので、えー、2年前にハワイで購入した財布っていうことになってるんですけど、それ以来これはずっと使ってて、よくあの、財布って年収決まるとかって言うじゃないですか。なんか財布を変えてから運気が上がったりとかするとかってよく言ったりして、信じる人死ぬと思うんですけど、僕は あんまりそういうの信じないんですけど、でも実際ハワイでこれを買ってから、まあ、確かに金運も上がってるので、あながち間違いじゃないんかなとか今思いながら生活はしてるんですけど、まあ、普段はこれを愛用してるということになってて、まあ、この中に免許書であったり、クレジットカードであったり、マイナンバーカードであったりとか、まあ、いろんなものが入ってるので、あの、僕を見かけた際はこれはすらないようにしていただきたいなというふうに思います。そして次もですね、動画で紹介したことはないんですけど、5つ目っていうのがこちらになってますね。これがですね、オーダーで作った、まあ、小物ケースというかカードケースになってるんですけど、 これはですね、僕が購入したんですけど、一応嫁にプレゼントするために購入したっていうことになってて、これも、ま、本当に1からオーダーで作ってるので、どれぐらいの大きさで、どういう畳み方をして、どういう風にジップをつけるとか、どういう風にボタンをつける、全部自分らで決めて、で、なおかつ革であったりとか、紐の色とかも全部決めてるんですけど、これに関しては、確か何やったかな、鹿かなんかのこう、レザーかなんかを使って、で、中はこういう経年変化が出るようなヌメ革というか、これをチョイスして、で、ここに丸をつけてる理由は、あの、カードとかを入れるように、 ととかのカードを入れるるよようううににこここは見えるようにっていうことで、こここにあえてて丸を穴開けてでこっちの方には多少の小銭は入るように、あえてポケットを作ってもらったりとか、あとはこっちにも実はカード入れれたりするので、こっちに関しては絶対落としたくないような、例えば免許証とかそういうのを入れるようにっていうので、いろいろ考えてこれは作ったってことになってて、オーダーやったんで、まあそこそこいい値段はしたんですけども、これが作れるショップはですね、僕大阪しか知らないんですけど、大阪に市っていう堀江にあるんですけど、市っていうお店があって、そこのお店やったらオーダーができる まあ、2ヶ月ぐらい多分またならダメだと思うんですけど、これは数年前にそこでオーダーした小物ケースというかカードケースということになってます。まあ、なので、なんかこう自分の用途として、うわ、こういう機能ついといてほしいなとかってなんか思い張る方がいらっしゃったら、まあそういうオーダーとかでこういう機能をつけてほしいとか、まあさっき言うためにここに丸穴を開けてほしいとか、ここをジップじゃなくてこういうボタンのタイプにしてほしいとかっていうのって全部オーダーでできるので、まあもし仮に明確にやりたいものがあったり、明確に使いたい革がある方とかは、まずいいんじゃないかなという感じでは思ってます。で、ちなみに最近僕はですね、 これ嫁に全然使ってないからこれもちょっと俺に一回貸してよって言ったらうんそれは嫌って言われたんであの借りることはできなかったんですけど一応僕が購入したものなので紹介はしておきたいなと思いますそして最後がですねこちら6点目がスリーブケースですねこちらはパソコンを入れるためのケースになってるんですがパソコンがですねやっぱり僕あの特にハードケースとかつけてないので普段持ち運びする際とかはこれに入れた状態でリュックに入れるということになっててまあ革の本革1枚だけで守れるんか一応話なんですけど一応この 中にスポンジっていうか、このマイクロファイバーみたいなのが入ってるので、まあ、これでしっかりパソコンを保護してくれるというような感じになってますので、まあ、これに入れてでリュックの中に放り込むっていうような仕様にしようかなと思います。まあ、これはまだ買って話っていうか、あの誕生日プレゼントとして今年購入してもらったものなんで。まああのこれからオイルつけたりとかしていくと思うので、今はまだもう新品のまっさらの状態なんですけど、まあ、多分数年経てば結構いい。色味が出てくるんじゃないかな？というところで期待はしております。はい、ということになってますので、まあ、詳しい説明とかはですね。動画説明欄の方に全部載せときますので。まあリンク。 めて貼っててきますので、まあ、詳細に関してはあのそこで見てもらえればなとい、う感じではは思いいます、はい、ということで、あの、まあ、たまにですね、セカンドチャンネルとかでこういうオイル塗ってる様子とかも出したりするんですけど、また需要があれば、あの、オイルとか塗っていく動画出そうかなと思ってますので、まあ、メインは軽くざっと紹介でいいかなというふうに思います。ではですね、本日は僕が愛用している革の小物を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。